PPE の脱衣を行う前に脱衣環境を整備します。通過区域、清潔区域を明確に区切り意識する必要があります。姿見、手指消毒薬、医療廃棄物容器を適切な位置に配置します。環境を整えることで二次感染を防止し、適切かつスムーズに脱衣を行うことができます。 PPE を脱衣するときは二次感染に注意し、汚染部分と清潔部分を認識しながら脱衣することが重要です。それでは脱衣手順を具体的に見ていきましょう。まず、手指消毒を行い、アウター手袋を外します。利き手で反対側の手首部分をつまみ、中表になるように手袋を外して丸め、利き手で保持します。次に、インナー手袋となった指先をアウター手袋口に挿入し、中表になるように外し、先に脱いだ手袋を包むようにまとめ、廃棄します。インナー手袋となった手でアウター手袋表面に触れないように注意しましょう。次に、プラスチックガウンを脱ぎます。手指消毒をしてガウンの肩の部分をつかみ、ガウン外側が自分の非汚染部分に触れないよう中表にして丸めながら脱ぎます。次に、インナー手袋を外します。まず、手指消毒をして、利き手で反対側のインナー手袋の手首部分をつまみ、中表になるように手袋を外して丸め、利き手で保持します。次に、素手となった指先を手袋口に挿入し、中表になるように外し、先に脱いだ手袋を包むようにまとめ、廃棄します。次に、ゴーグルを外します。手指消毒をして、ゴーグル前面には触れず、ゴムの後ろ側をつかんで、目を閉じながら外します。次に、N95 マスクを外します。手指消毒をして、両手で首の後ろのゴムを先に外し、次に頭の上側のゴムを外します。ゴーグルと同様に目を閉じて行います。N95 マスクを破棄した後は手指消毒を行います。最後に流水と石鹸で手洗い、清潔区域へ出ます。